商品リサーチを一生懸命続けて、あともう一歩で買い付けに至るというタイミングで、きびすを返してまた最初のリサーチに戻る堂々巡りを繰り返してしまって、いつまで経っても買い付けに到達しない方が多くいらっしゃいます。商品リサーチは100商品を行っても200商品を行っても実際に買い付けに至らなければいつまで経っても利益はゼロ。それどころか Amazon の月額費などでどんどんマイナスになってしまいます。皆さんこんにちは、ネット物販講師の黒沢です。商品リサーチ4ステップ堂々巡り地獄と私は呼んでいるのですが、商品リサーチを続けてあと一歩で買い付けに至ると思ったら蜃気楼のように無償してまた元のステップ1に戻ってしまう、いつまで経っても買い付けに至らないという状況から脱却するための方法について説明させていただきます。本動画最後までご覧いただくと、そうなってしまう大きな2つの原因も可視化することができますので、 Amazon 物販の活動をより円滑に邁進していくことができます。今回の動画参考になった方、高評価チャンネル登録いただければ幸甚です。では早速順を追って話させていただきます。まず商品リサーチ4ステップとは何ぞや。他の動画でもお話したこと何度もあるんですけれども、少しおさらいさせていただくと、まずは客観的なデータは後回しにして、主観的で構いませんので、いろいろなカテゴリーの商品をちょこちょこ調べていただく。だいたい2、3個ずつ何か商品を調べたら、別のカテゴリー、別のジャンル、別の一般名称の商品を調べるという形で、合計80から120商品をめどに調べていただきます。ステップ2、かき集めたたくさんの商品の中から10商品から15商品をめどに選出します。このタイミングも別に客観的な指標を必要以上に勘案する必要はありません。そしてステップ3、買い付け候補に入れた10から15商品についてのみ客観的なデータを調べていきます。具体的にはお客様がこの商品を検索するんだったらどんなキーワードで検索するかを考えて、検索結果上を俯瞰した上で相場価格を点ではなくゾーンで捉えたり、商品の売れ行き並びにどんな特徴の商品がよく売れるか、高く売れるか、どういった特徴を持った商品であれば大同小異の商品が山積していないので埋もれづらいかといったことにも着目し、さらに商品の利益額を確実に算出するためには商品を発送する時の梱包情報、すなわち商品を梱包して発送する際の三辺サイズ並びに重さの情報が必要ですので、私の生徒さんであれば、並びに本動画の概要欄に貼ってある21ステップの無料講座をステップ9までご受講いただければ、Excel 形式のリサーチ表という関数が組み込まれた利益算出表を入手できますから、そちらに必要な情報を入力して利益額も確認します。当然利益を算出するということは、いくらで買い付けるか、要するに買い付ける中国アリババサイト上の類似商品で構いません。アメリカアマゾンで見つけた買い付け候補の商品と全く同じ商品じゃなきゃいけないというわけではなく、類似商品のデータも入力して算出する必要があります。そしてステップ4、これが今回のテーマなのですが、ざっくり申し上げれば、より良い商品があったら差し替えましょう、入れ替えましょうという作業です。最初に買い付け候補に入れた商品の関連商品として別の商品、具体的にはプラスアルファの何かしら別の特徴がある商品と入れ替えます。例えば合成比較 PU レザーのスマホポーチを買い付け候補に入れていたとして、調べてみると中国のアリババでも、あ、これ面白いという特徴のある商品が見つからず、かつもし何かしら、あ、これおもろいなっていう PU レザーのスマホポーチが見つかったとしても、相場価格全体を見てみると利益が取りづらいということが分かったとします。 PU レザーのスマホポーチでプラスアルファなんかの特徴がある商品だけ極端に高く売れるような状況なのであれば、そういった商品に差し替えればいいんですが、もっと大胆に
PU レザーのスマートフォンポーチという言葉をもう一段階抽象化して PU レザーという素材を取っ払ってスマートフォンポーチ全体の中でどんな商品であれば高く売れるかに視点を移す。さらにさらに言えばポーチ自体探していてもどうもラチが開かないピンとくるものがなかった場合、補欠候補に入れていた、すなわち買い付け候補に入れ漏れていた別のボスを集めるリサーチの中で調べた商品にすげ替えて改めて客観的データを調べてみるというやり方もありです。ステップ4で新しい商品を調べたときはステップ2、3で行った作業もワンセットで行います。すなわち何かの商品の代わりに何かの商品を差し替える、その差し替え候補の商品を一つ見つけたらそれについて客観的なデータも合わせて調べる必要があるということです。ここで4つも5つもあれもこれもそれもこれもどうだっていう形で探してしまうと収集がつかなくなってしまうんですね。そしてこういったどちらかというとノウハウ的な話とは別に情動的な原因で堂々巡りをいつまで経っても続けている方がいらっしゃいます。買い付けが近づいてくれば来るほどこの商品本当に売れるだろうかということが不安になったり、何か自分の今までの商品リサーチ間違っていないだろうかみたいな形で猜疑心がツタのように体中を反応し始めて身動き取れなくなっちゃうんですね。じゃあこの身動き取れない状態から脱却するためにはどういう点に気をつければいいのか2点お伝えさせていただきます。まず商品を販売してみて初めてわかることは販売する前にわかりません。当たり前のことなのですが、ここをどうしても履き違えてしまう方がいらっしゃる。チェーンソーマンの未来の悪魔じゃないんですから、未来に何が起こるかというのを確実に 120% 予測するなんてことはできないわけじゃないですか。ただ不安感に苛まれてある種思考がどんましているタイミングというのは確実に売れる確証、担保が欲しくなってしまうんですよ。我々が確実に売れるだろうと自信満々になれるタイミングが一点だけ例外であって、それはすでに売っている商品が売れている時だけなんですよ。すでに売っている商品が売れているのであればそこに追加補充するのは敷居高くありませんよね。つまりまだその商品もしくはその商品の類似品を売っていないのであれば、その唯一ある例外の担保すら得ることはできないということです。売れるかどうかは客観的指標に基づいて精査してるじゃないですか。事実に基づいて売れるだろうと推察を立てられたらそれが最大限できることであり、もうそれが終わった上で買い付けようかなというフェーズに至っているはずなので、ここで得られた情報以上のことをこれ以上担保として得ようと思ってもいつまで経ってもそれ不毛な話になってしまうんですね。商品を買い付けたらある程度のゴールなのであれば商品リサーチでもっと悩んでもいいかもしれませんが、買い付けた後で商品が発送できるようになるために必要な作業もたくさんありますので、悩むお気持ち、情動的になって不安感に苛まれるお気持ちは重々承知していますが、必要以上に悩んだところで見えないものは見えない。曲がり角の先に何があるかわからなければ、少なくとも曲がり角の先が見える位置まで進んでいかなければいけないにもかかわらず、進まずに立ち止まって地団駄踏んでいても一生何も見えないですよね。もちろん未来が見えないのは恐怖ですが、我々は毎日毎秒未来が見えない人生という道を一歩一歩進めていけているわけじゃないですか。あとは着実に進んでいくしかないということです。こういった点って実は無自覚だったり無意識、なんだったら自分は堂々巡りしていると気づかずにそうやっていることが多いので結構厄介なんですよね。ですから一点、自分が悩んでいることというのは考えて今答えが出るものなのか、それとも今考えても自分が欲しがっている答えは得られないような段階フェーズなのかという点に着目するだけでも少し霧が晴れて、
より適切な方向性でかつ適切な思考マインドで進んでいけるかと存じます。いかんせんないものねだりをしてしまうっていう状況がネット物販不慣れなタイミングだと多々ありますので、その点ご留意いただければ幸甚です。最後までご清聴くださりありがとうございました。